高知プロ野球チャンネル。はい、皆さんこんにちは、高橋久則です。高知プロ野球チャンネル、水井です。どうなのよ、コラボどうなのよ。まあこれ日本シリーズね、日本シリーズじゃない、クライマックスファイナルステージ、はい、第6戦を終えての次の日の、まあ、撮影してるんですけどね。全く切り替わってないです僕ね。全く切り替わってない。どうなのよ。いやいやいや、まさか。いやいやいや、でもまああのね、勝った DeNA はいい野球できたなっていうふうに思うんだけど、はい、まだジャイアンツ打てなかったなっていう、ね。いや打てないんですよ。打てなかった。なんか本当今年をなんか象徴したそうすような、はい、このね、うん、シリーズだったかななんていうふうに思ってたし、まあもちろんね DeNA の勢いもあったし、うん、それプラスまあ間がねちょっとね、はい、俺飽きすぎじゃないかなっていう、これはね、うん、あのジャイアンツが反省じゃなくて気候が反省しなくちゃいけないんじゃないかなと思っちゃう。うん、まあ、もう現におっしゃってますからね、うん、菅野投手しっかり阿部監督も言ってますし、うんうん、ね、これはでもちょっとね、ただねソフトバンクは勝ってるんですよ、うん、そうだね、そうだね、まあ、底力っていうのもね、そう3連勝で普通に突破してるんですよ。そうだね、ちょっと違うかな底力。そうなんですよ、ね、言ってられないんですよ。そうか、それ、まあそうだね、それ考えたらまあ圧倒的な強さを持てよっていうねことだと思うし、はい、まあね、我々の時代なんかもやっぱり、うん、その圧倒的な強さっていうのが、はい、やっぱりあったっていうのはねあるし、いや、まあでもそう考えたらさ、はい、今年優勝したのすごいね。いやいや、すごいですね。力量はやっぱすごいなっていうのがあるから、うん、いや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 、もう CS 見てればあれですけども、ピッチャーを象徴してたじゃないですか、うん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 、ね、こんだけ抑えて、うん、打てなくてもそうだね、うん、きっちり、まあ自分たちの仕事は、はい、大体だってもう3点以内には抑えてるってことだもんね。0-2、1-2、1-2、4-1、4-1、0で、はい、最後、はい、まあ、2-3で、ね、負けたっていう、はい、いやでもあのね、戸郷菅野はこれもうある程度ね、うん、計算できたけど、まあ、グリフィン、うん、井上春人、うん、はい、まあ、これも頑張ったっていうのもすごい良かったんじゃないかなと。井上春人投手はでかいんじゃないですかね。3連敗してからのだもんね、はい、うん、あのプレッシャーなんかよく投げたなっていうふうに思う。だからやっぱそういう面では すげえ成長した、はい、今年1年ね、うん、めちゃくちゃ成長したんじゃないかなっていう。脱皮しましたね。ね、2つぐらい脱皮しましたね。すっごい。でもこれで来年もしダメだったとか、うん、そうなっちゃったら意味ないから、はい、来年がすごい大事じゃないかなっていうのもね、うんうんうん、これもね、もちろんすごくこう自分がどういうふうにことをしなくちゃいけないかとか、どういうねピッチングをすれば勝てるんだっていうのがなんとなくこう見えてきた多分1年だと思うね、はいはい、でまあそれをね来年にこう生かしていくためにこのオフ、うん、はい、まあ、疲労を取るのか回復させるのか、うん、それともまだまだトレーニングしていくのか、うん、だからそれをちょっと自分で見極めないと、いやそれはねもう人が、説明してできるもんじゃないから、うん、それをこううまくこう、ね、誰かがやっぱ言ってあげないといけないもんね。伊佐さんは休んでた派なんですか、それとももうずっとトレーニングしたの。俺ね、まあ、最後の方、うん、分かったのが1ヶ月心も体もリフレッシュして何もやんなかった、うんうん、野球のボール一切使わない、はいはい、でその代わり、うん、マッサージと野球のことから一切こう離れる頭も、うん、で、まあ、ゴルフやったりとか、はい、やってんじゃないですかでゴルフ別物じゃない、ゴルフは別物、別物なんですか。あのリフレッシュ、その時はもう真剣にこんなのよね、うん、一緒に一生懸命やるもんじゃなかったから、はいはい、だからなんかこう自分の体と頭をこうなんかリセットさせるっていう、まあ家族とね一緒にこう旅行行ったりとか、その1ヶ月間は本当何もしない。あのマッサージでもうね、背中の張りだなんだ肩の張りだを全部取ることができるのが1ヶ月だったの。そうで、そっからトレーニングを始めて、で徐々に徐々にこう戻していって、でその頭のね方もこう徐々にこう野球のモードに入っていって、こう今何をやらなくちゃいけない、今年何が足りなかったのか、まあ、下半身の、ね、粘りが足りなかったのか、うん、それとも上半身 このキレが足りなかったのかとか、うん、そういうのを考えながらトレーニングをこうメニュー、トレーナー、パーソナルトレーナーついてたから、うん、パーソナルトレーナーと、はいはい、相談して、はい、で1年目にシーズン1年間フルで、ね、日本シリーズもで、その後日米野球も投げて、うん、まあ結構長く野球やった、こんな長く野球やったのってあんまなかったのね、うんうん、で2年目に肩やって、はあはあ、で工藤さんに、うん、お前オフシーズン何やってたのって、うん、でそのね背中の周りをしっかりほぐして、
疲れを全部取らなくちゃいけないのが、うん、もう1年間何やってたんだっていうので、うん、まあこの性格じゃん、うん、まあオフシーズン、はい、イエーイってやっちゃったイエーイって、ね、まあこれもあったけど、はい、でもイエーイっていう方が多かったね、方をやっちゃったわけよ。で、はい、でマッサージもやったけど、うん、そこまでなんつうのこうまめに、うん、まあどうだろうな、1週間に1回マッサージして、うん、でなんとかしのげるだろうなんて甘い考えだった、うんうん、だからあのキャンプ行ったら、はい、ジェーンズのトレーナーになんか背中こんな硬かったっけとかって言われたの。いやいややりすぎだ、いやいややりすぎだ背筋使うからね、そういやいやいやね、はい、それであこれはちょっとまずいぞと、うん、でなんとかなりませんかって言っても、はい、もうその時にはもうすでに時遅しだよね、はいはいはい、でそれなんとかなりませんかってね、そうなんとかしてくれよ、なんとかなるわけないでしょって、ね、トレーナー思ってますよね。そうだからそういうこともあったから、うん、で次の年からはちゃんとねもう、3日に1回もうマッサージして、はい、でトレーニングももうその時はすぐ始めたのかな、うん、でもうね若かったし、うん、あのトレーニングもパッと始めた。でもねやっぱ頭のね整理がつかないわけよ、 1年間シーズン終わって、うん、で3年目4年目5年目ぐらいからかな、なんか頭の整理つくためにはあのつかすためには 1ヶ月っていう期間を置いた方がいいっていうのが分かった、はい、そうだ3、4年目後なんですね。そうだね、結局でも、そこにたどり着いたのはね、はい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 、でもそれやっぱ経験しないと、はい、だからそれは 俺のね、うん、経験だから、はい、例えばまあねハルトだったり違うねそのあれもあるだろうから、いや今の若い選手はそんな取ってないですよね、休みないだろうね、だろうね、うん、もうジャイアンツ球場行って走って走って、うん、キャンプ行って、うん、独立リーグとか行っちゃうじゃないですか、うん、ウィンターリーグ行っちゃうじゃないですか、あいつ休んでんのって、そういうなんかのもまあ一つの手なのかもしれないけど、うん、でも、うん、まあ俺はねでもねそれいいのか悪いのかちょっと分かんないけど、はい、アメリカン選手なんかはもう絶対オーシーズン何もやんないようにしてるから、まあ ねうん、いやそういうのもね一つこう情報として入れとくと自分がどういうことをしたらいいのかっていうのが、うん、だんだんこう見えてくるような引き出しが増えてくると、そう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 、はいはい、まあもちろんトレーニングやって一生懸命かもしれない、うん、やるのもいいんだけど、うんうん、でもこれからだよね。大谷翔平どうなんですかね。もうずっとでしょ。ずっとやってます。ずっとやってるでしょ。ずっとやってるんですよ。うん、多分。なんてやるわけやんないでしょ。やるわけないでしょうよ。やらなそうですよね。改めて振り返って勝敗を分けたポイントとかあったりどうかですか。いやどうかな。でも戸郷は、うん、まあ、悪くないし良、うん、くもないっていうような感じだったでしょ。そうです ね。まあ登板がもう短く短くなってましたからね。うんうんうん、最近はね。うん、だそれはでももう、うん、あのね。短決戦の、はい、まあ、これはもうしょうがないことでエースとしてね1戦目いってる以上はもうそれだと思うから、うんうん、それがまあゲームはある程度作れたというか、まあ、自分のね、投球はできたんじゃないかなっていうふうに思うのね、はいはい、ただやっぱ打つのがでしょう。だからピッチャー陣ももう打線が多分打たない点取れないかなっていうのはうすうすあると思うんですよね。だから逆にプレッシャーかかってって、そうだね、だって戸郷投手だって5回6回2失点、うん、別に全然悪くないじゃないですか。普通だったら。普通だったらね。まあシーズンで考えたんだけどね、うんうん。なんだけどあの同点追いつかれた時点でやばいっていう空気が東京ドームにわーっと来た。蔓延したんで、うん、なんかね、うん、金縛りにあってましたよねって感じはしますよね。いやいやでも全般打てないっていうのは、うん、かなりプレッシャーだよね、うん、ピッチャー陣ね。はいはいはい、うん、久さんもやっぱそういう経験はもちろんもちろん、うん、打線が低迷してる時に、うん、打てないってなったら、うん、あもうこれ2点取られたら負けるだろうなとかっていうのは、やっぱそのね時期にもよるしね、うん、また、うんうん、例えばね、7月まではすげえ打ってたけど、うん、8月にいきなり打たなくなって、うん、援護点がなくなったとか、うん、そういうのとかもやっぱあるから、確かにね、巨人の CS のチームの打撃成績なんですけど、チーム打率が1割7分1厘、ホームラン2本、打点9、三振42、四球15、OPS 479、タイムリーヒットは岡本選手の1本のみと。ね、そうですよね。そうなんですよ。タイムリーヒット1本なの。はい。4点取った試合もタイムリーないんですから。そうなんだ。はい。でもさ、まあ、カズマ、岡本カズマ、うん、ね、あの、安倍監督もよく言ってるじゃん、4番が打たなかったらね、はいはい、やっぱり、うん、勝ちも勝てないって、うん、まあ、これも一つの原因、ね、なのかなっていうの思っちゃうけどね。そうです。だから、ヘルナンデス選手をあの骨折して、うん、1試合、宮崎で1試合でもう呼び寄せたんですよ、うん。本当だったら日本シリーズに呼ぶ選手。うん、だけど、流れ変えたいから、第4戦からね、呼んだんですよ。
あれ普通じゃ多分阿部監督もやらないと思うんですね。だよね、多分ね。流れ変えたいからなんとかみたいな。まあでもそれをね、シーズン中変えてきたから、うん、ある程度大変なんですよね。うんうん、それはやっぱり、すがる思いで。すがる思いです。ね。阿部監督も言ったんだろうし、うん。もう打てなくてもいいぐらいの思いだったと思うんですよね。うんうん、それを雰囲気を変えてくれた。変わったっすもん。そうか。実際。変わったやっぱり。2連勝して。ああ、そうかそうか、そうだね。タイまで持ってったんですよ。うんうん。うん、確かにね。そう。で、萩尾選手とかが骨折して2軍から来て、わざわざホワイトボードに書いて、うん、いいトークをしてね。そう、ああいう明るさがあるのでね、うん、ジャイアンツは。まあでもなんか、あの阿部監督がやりがちな、うん、なんかこう雰囲気作りとか、はいはい、そういうのでなんかそういう選手をこう使ってちょっといじりながら、あの盛り上げろっていうのはなんか言ってそうな気がするよね。なんかすごく久さんの知ってる阿部慎之助という人間が変わっ、うん、たっすよね。なんかとても気使って、こう背中を押すじゃないんですけど、僕はすごく感じてる。うんうん、そうだね。うん、あの、もう、あの何、夏行った時に、はい、すげえ気使ってるなっていう選手たちに。うん、はい、で、まあ、ちょっと強く言う時もあるけど、でもなんかこう、それをこう、なんつうんだろうな、サポートするようなことも、すごくこう、ポロポロ言ってたから、うんうん、あ、しんのすけ、まあね、あれだと気使ってんだな、うん、選手たちに。でも今の子たちはそういう、あれなんじゃないの、うん、どうなの、今の子たちのくくりでやっちゃいけないのかもしれないけど、いや、どこの会社もそうだと思うんですけど、若い世代にあまりガツンとは、うん、ね、うん、まあいろいろね、ある時代ですから、うん、野球界も徐々にだからそういう面で変わってんだね。はい、うん、そうなんですよ。まあ、先生、阿部監督の采配っていうところはどんなところが良かったとかありますか。いや、俺見てて、あの、良かったと思うのはやっぱりあの守備を重視、ピッチャー中心に守備を重視して攻撃に移るっていう方のが、うん、なんか強くこう出てたシーズンなんじゃないかなっていうふうに思うから、うん、はい、だからやっぱり、ね、ピッチャー陣が苦しんでる時こそ、まあ野手がね、なんとかしてあげようっていう気持ちになっていくんだと思うね。それがすごく、今年1年ずっとこうなんか出てたんじゃないかなっていうのもね。で、まあね、クライマックスもそういう戦いができたから、まあ3戦戻せたっていうね、3-3に戻せたっていうのもあるんじゃないかなっていうのもね。どういう意味ですか？いやいや、打線は水物って本人も、うん、多分4番経験者じゃないですか、うんうん。だからそんな簡単に点取れないみたいな。うん、そうね、うん、でも0点に抑えとけば負けはしないっていう野球ですよね、うん、究極だよね。でもね、究極ですね、究極のね、あの、うん、あれだよね。だって野球本当点取られなかった、取られるって、点が取られるって打たれるってって思うからだからあの阿部監督もでも動きたいんだけど、やっぱちょっと 動けないというか、うん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 、自分自身が金縛りになってるようなとこも見受けられたかなっていうのはね、うん、でもまたあの菅野のね、あの存在もすごく大きかったんじゃないかなと思うしね、はいはい、だからまあね、うん、彼が復活したっていうことはやっぱり周りの影響力ってすごいやっぱりあるじゃん、はい、まあね、ピッチャーだけじゃなくて野手もやっぱり菅野さんが投げてんだったらっていうね、うん、思いもあるだろうし、うんうん、ね、それでまあこれだけの勝ち星と、ね、貯金ができたっていうのはやっぱり今年の優勝した一つの要因でもあるよね、うんうん、そうですね、うん、久さんは先発だったじゃないですか、うん、後ろもやられたじゃないですか、うん、今年の巨人って何より後ろがすごくすごかったね、強固になる、うん、ってことは先発って結構楽になるんですか、うん、いや、あの 楽にはならないけど、うん、でも勝ち星を拾える、うんうん、ね、例えば自分が6回までしか持てなかったってなった時に、うん、789がしっかりしてるとやっぱ、あ、安心して見られるっていうか、いや、そういうのはあったかもね。だクローザーがやっぱりね、最後いてくれるとやっぱその逆算してね、うんうんうん、自分の中でも逆算しながら、あ、ここは、この1イニング頑張ればなんとかリリーフで頑張ってくれる、ブルペン陣で頑張ってくれるだろうなっていう気持ちはすごくあったから、なるほど、うん、そういうことに関しては今年はブルペンの整備もしっかりできたわけじゃん、はいはい、だからね、そこは、うん、あの、まあ、あと長子だね、うん、あ、そうですね、あれがやっぱりいてくれたら、うん、もっと多分あの先発ピッチャー楽だったんじゃない、はいはいはい、うん、でもいないことも想定した保険というね、うん、ものを大勢投手がいなくても1ヶ月全然埋めましたから、そうだね、問題なくね、そこら辺は狙い通りなんで、いやだろう ね外国人もそうだし、日本人のトレードとかで、ね、うん、取った人たちがやっぱりある程度活躍できたっていうのは、これもまた阿部監督やりたかったことじゃないかなと思う、ね、ただあまりにも打てなかったし、いや想定以上だったでしょうね、だね、
ね、うんうん、俺もうちょい打つんじゃねえかなって思った、はい、こんなロースコアでピッチャー苦しいだろうなと思ってたけどね、勝つのもね、うん、あの1点差2点差1点差かで勝ってたっていう、まあ最後もあと1本出てれば勝ってた、まあそうだね、ですから、うん、逆にベイスターズに1本やられたっていう、ね、やられたんですよ、その勝負強さが違ったっていうかね、うん、いやあれね、でも多分勢いもあるんじゃないの、まあ下からこうね、あの来たチームのなんか勢いみたいなのをあれやっぱ感じてたんじゃないかなと思うけどな、うん、まあ、昨日の試合、その初回にその DeNA の森傑選手が、まあ、悪送球といいますか、うん、エラーして、うん、でそこから挽回して、はい、まあ、点を取ってて、はい、その流れをこう引き寄せるっていう展開もあったかなと思うんですけど、 DeNA が、 DeNA 側の、うん、まあ、いや、あれ、あのエラー冒頭もう勝ったと思いましたよね、初回の、うん、あ、これも完全巨人だわと思いました。甘い、甘いですか、甘い、違うんだ、うん、いや、でもやっぱあの短期決戦で先制、うん、まあ、もちろんすごく重要だけど、なんか流れの方がすごく重要で、はいはい、うん、やっぱ、まあね、野球ってスポーツは、まあ、もちろんスポーツっていうものは流れがを掴んだ方がやっぱ勝ちだから、うんうん、流れをやっぱちょいちょいこう止めてることもあったんじゃないかなっていうのもんだよね、あ、まあ、確かにね、うん、いや、例えば、うん、タイムリーが出ないとか、うん、点が入り、ね、ここで一本ポンと出てればバーって流れ来たのに、それは止まっちゃったとか、うんうんうん、そこをやっぱりね、改善していかないと、例えば打つ人を来年取るのか、それともそういう流れのね、を良くするために打順を変えるのかとか、うんうん、いや、そういうなんか、まあもちろんね、ヘルナンデスみたいなのをこうね、勢いある人をこう呼ぶとか、うんうんうん、いうのがやっぱり重要かなっていう問題ね、今後。うんうんうん、流れを止めるっていう意味では、その DeNA の三浦監督が取った岡本和真選手に対するその、まあ、徹底した申告敬遠、はいはいはい、これもどうなんでしょうね、どう見ました2人は。いや、でもあれはあれで戦略として、あのね、現に成功してるんで、あの結果は全てだから良かったのかなというふうに思うんですけどね。なんか異様な雰囲気でしたよ、東京ドームで。あ、そう、もう連日ね、申告敬遠の大ブーイングなんですよ、うんうん、でも貫いた番長監督、うん、すごいですね。いやいや、すごいすごいすごい、うん、まあ、あのね、コーチとの多分あの話のミーティングの中で決めてることだと思うんだけど、でもあれをちゃんとしっかりできて、うん、ね、その周りの声気にせずに自分の采配ができたっていうのは、うん、これはまあ三浦監督の采配じゃないかな。申告敬遠ってベンチから言うじゃないですか、うんうんうん、審判に。マウンドにいるピッチャーはえってなるときはなると思うんですよ、うん、昨日分かんないですけど、そのピッチャーの気持ちは聞いてないですけど、うん、って感じは見受けられるから。俺らあのその申告敬遠やったことないからさ、うん、分かんないんだけど、うん、でもえってなっても、うん、これベンチの指示だから、もちろん、ね、もちろんもちろん、うん、もちろん、うん、だからでも俺らね、こう投げて敬遠してた、うん、から俺すげえ楽だなと思うんだよね、このピッて、あ、もうどうぞどうぞって感じだから、うんうんうん、こっち多分ね、あのそのデータのもとこっちの方が確率が低いから敬遠、うん、させるっていうことだから、はいはい、あれね、敬遠で4球ボール投げるの結構ね、こう、うん、気持ちが緩んじゃうわけよ、はいはいはい、だから次に進んでいかな、うん、進んでいく時にポコってやられるケースもあるわけ。なるほど。だからあの俺はすごくいいなと思ってるよね、今で考えたら ね、初めこれやった時、うん、えこんなこといいのって思ったけど、これいいなって逆に思っちゃったね、うん、まあ、DeNA は多分5番のヘルナンデス選手の状態をもう、まあまあね、そうそう見抜いたんでしょうね、うんうんうん、分かってたと思うね、うん、やっぱり本調子ではない、うんうん、そこだよね、それもあるんじゃない、うん、5番に、ね、これ調子良かった選手がいたら、うんうん、これだって、まあ、今クラーッと来てるドジャースなんかはさ、はい、大谷が歩かされても、うん、ベッツがいるわけで、うん、ベッツが全部返しちゃうとか、そう、ね、そういうことができたから、うん、あのワールドシリーズまで行けたっていうのもあるから、うん、だからこれはもう間違いなくそういうね、岡本和真が歩かされた時の次のバッターがすごく重要だったっていうところで、うんうん、まあ、誰がね良かったのかちょっとわからないけど、いないんですよ今回のシリーズに関して言えば、うん、5番候補がいないから、3番もいなかったんじゃないですか。だから久さんね、これね、僕ね、途中の動画でも喋ったんですけど、うん、岡本和真3番っていうのあ
って思ってますよ、ね、うん、そうだね、打順もう一気に、はい、でも怖いか、でもそうだから後悔したくないだろうな、それをやって負けた時に後悔しちゃうからやんないだろうなとは言ったんですけど、うん、ただ当たってる選手がそんなにいなかったんですよ、やっぱこの短期、うんうん、調整むずね、うん、だってホームラン打ったのはカズマとライト、ライト君、うん、だけです、ね、ぐらい、はい、だよね、結局、はい、CS6 試合で5番打者は0アンダー、0アンダー、はい、です。だからところどころで采配でもね、8回1死1塁で中山ライト選手、うん、これがネットでもねかなりこう巨人ファンの中でも賛否というか、うん、話題になってるんですけど、ヒソさん的にはこういうのここ、まあ、試合の中の流れで監督のいろんな考えもあったかと思うんですけれども、まあこれ結果だから、うん、ねえ、あの仕方ない、それが一番の何選択、バントしろってことこれ何もあったのかなっていう、うん、ノーアウト二塁で中盤かな序盤かな、もう打ったの、ハヤト選手が左中間打って二塁で出て、うんうんうん、次のライト選手がレフトフライっていうのがあって、うん、まあいい当たりだったんですけど、うんうん、なかなかシーズン中も浅野選手に対してバント出さずに、うん、なんていうのかな、育てるために自分で考えろ的なのはあったんですけど、そこにすごく似てるような感じはあったんです、ライト前で考えてやれっていう、うんうん、でもそれ阿部監督のやっぱ、優しさでもあるんじゃないかなっていうのもね、うんうん、お前これで成長しなかったら知らねえぞっていう厳しさもあるだろうけど、はい、うんうん、でもねこういうふうに勉強させるっていう、もしこれ今年ダメでも来年、うん、ね、彼がこういうシチュエーションになった時にどういうバッティングしなくちゃいけないのかっていうのはポンと思いね、うんうん、描いてくれるような状況を作ったっていうのもあるかもしれないよね、はい、いやそれは将来強くなるための伏線だったかもしれない、かもしれない、うんうん、このクライマックス、うんうんうん、ね、まだ阿部監督1年目、はいはい、その可能性は、まあ、もちろんね、まあ、あライトだけじゃないけど、うんうん、まあ、朝野とかあの辺も多分そういう気持ちで起用してたかもしれないよね、うん、この僕采配見た時にふと一つ思ったんですよ、コラボチャンネル最近ね、あの収録させていただいてるんですけど、ヒサ、うん、さんはドラ1に宗山選手って言うじゃないですか、うん、育ててます宗山選手じゃないなって思ったんです、そう見た時に、そうだね、うん、育てちゃってる、育ててますでも分かんない、もう育つかどうか分からないから、まあ、もちろんもちろん、ね、ちょっとマイナスのイメージになっちゃうかもしれない、もちろん、うん、いやでもそうだな、うん、そうなんですよ、だからこういう選手たちがボコッと出てきたらね、はい、来年、うんうん、いやもうこれ阿部監督のもう大勝利でしょ、はい、いやいやもう今年、ね、だって井上温人投手がああいう風になったのもやっぱり使い続けたっていう、うんうん、我慢してねあると思いますよ、うんうん、でも初めは楽なとこからスタートさせて、はい、で先発にね入って一気に花咲くっていうか、うん、まあでもあの2軍でのピッチング内容とか見てたら、まあ、これぐらいできないとおかしいよねっていうぐらいのピッチャーだったから、うん、だからそれ考えたらやっぱりうん、まあでも順当にちゃんと育ってるっていうのはあるから、うん、はい、まあこれね、うん、この辺が、まあ野手陣もそういうのが育ってくれば、うん、面白い存在になるんじゃないかな、そうですね、うん、でも左のこうなんつうの小さいこういう、うん、まあ門脇の、ね、中村ライト、うん、はい、この辺みたいな選手がちょっと多いような気がするんだよね、アベレージヒッター、そう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 、なんかもっとドカンドカンドカンって4番が、うん、人がいてくれた方のが、うんうん、もうちょっと彼らの、ね、存在もすごくうこう希望になってくるんじゃないかなと思う、ね、そうですね、だ例えばさ、うん、DeNA のあのなんだ外国人、うん、フォード、フォード、うん、ああいう感じのね選手とかがいれば、うんうんうん、ちょっとまた存在がね意義が変わってくると思うんだよね、うん、例えば門脇、うん、中村ライト、あの、ね、うんうん、フォード取りましょう、取っちゃおうか、はい、ね、一番手っ取り早いです、手っ取り早いね、はい、横取り40万みたいな、横取り40万だからそういうのもね、はい、まあもう多分動いてると思うし、はい、あのまあ、外国人なんかもね、うん、これ吉村さんがかなり動いて、はい、ると思うから、うん、これはでも来年もう今さ、ずっとなんか右の大砲右の大砲になってたけど、うんうんうん、今左の大砲が今度いなくなっちゃってる、そうなんですよね、だよね、はい、だから左の大砲をこれ育てないと、そうなんです、それが大城なのか、うん、はい、ね、それともあたまたまた誰か秋色なのか、うん、はい、大城選手がどうなるか分かんないですもんね、ね、もしかしたらっていうところもあるでしょ、うんうん、
まあ、今補強の話が出たんでせっかくですが、まあ、もうすでに新聞紙面などでは、ソフトバンクの甲斐拓也選手 FA 取るんじゃないか、もしくは、大山選手阪神獲得するんじゃないかっていうお話も出てますが、この辺はどうお考えになりますか。どうなの。素晴らしい選手なんで、まあね、来てくれたらあれですけど、まあ、放置新聞的にはだから交渉解禁になったなる前日とかにたまに GM の方出てきてなんかこう前向きな明るくするしかないんですよ。前向きなあれないの。えなんか日々ニュースは更新されてるんで、うん。